小高和孝です、ワールズエンドクラブではクリエイティブディレクターという役割で参加させていただいてます。まずは打ち越しのシナリオというところと、あとは竹さんですね。竹さんのキャラデザっていうところで、まあ、この二人があんまり組みそうで組まないというか、そういうところのマリアージュというか、うん、ケミストリーをちょっと楽しんでほしいなっていうふうに思います。まあ最初は、できるだけセロ A に近い形というか、全年齢でゲームを作ろうっていうのが決まってて、まあその中でどういうのを作ろうっていう段階で、打ち越しとちょうどイットとか、ああいうのが面白いねみたいな話をしてたんで、ストレンジャーシングスとか、面白いねって話をしてたんで、まあ子供向けがいいんじゃないかっていうのは結構すぐ出てきて、でまあその段階で打ち越しが子供のものを書いたらきっと面白くなるだろうなっていうのが思ったんで、まあ僕としては予想通りというか、まあやっぱり、うん、打ち越しらしい自分のやるものになったなっていうふうには思ってますね。やっぱこう、グーニーズとか古いですけど、見てて思うのが、こう、うん、なんか次から次いろんなことが起きるっていうか、やっぱ子供にもプレイしてほしいと思ってるんで、そういう意味では、ね、長くこう引っ張ったり、伏線をこう綺麗に散りばめたりとかしてても、子供とかって結構飽きちゃうんじゃないかなっていうのがあるんで、まあそういう意味で本当次から次へいろんなことが起きるっていうのは、やっぱ子供向けだからこそできることじゃないかなっていうふうにも思ってたんで、そこはやっぱ入れてこう、入れてった方がいいと思いましたね。僕もこの関わり方で作品を作ったことは、まあ今までないので、なんていうか、僕が本当にゼロから作ってるわけではないので、まあそういう意味では一、プレイヤー、みたいな形で自分でなんとなくこれプレイヤーだったらどう思うかなっていうのを想像してそれをみんなに伝えるっていうのが一番の役割で、まあその中でもなんていうんですかね、やっぱ完成させなくちゃいけないんで、完成に持ってくためのこうバランスの取り方であったり、一方で小さくまとまりすぎないようにちょっと外れたというか、このままで小さくまとまっちゃうなっていう時はちょっと外したような意見を言ったりっていうのの、まあ、間を見ながらというか、ところどころでそういうふうにバランスを見ながら言ってた気がしますね。今回で言うとやっぱ僕がゼロから作ってるわけじゃないからっていうのがあるのかなと思ってて、なんていうか、みんなが目指してるとか、こういうシナリオだったらとか、こういう部品があるんだったらっていうのはもう提示されてる状況なんで、まあそれの背中を押すというか、こっちの方に行けばいいんじゃないみたいなことをもう言うだけなんで、そういう意味ではもう材料は出揃ってるというか、うん、そういう感じでしたね。まあこれが全部自分でシナリオを書いたりとか、世界観を構築したりってなってくるとまたちょっとやり方は変わってくるんですけど、今回に関してはまあ、どう、こう料理というか具材が揃ってて、これをじゃあどういう料理にしようかみたいな感じの時はもう、うん、一プレイヤーの視点としてこうあった方がいいよね、みたいな。ことをもう言うだけだったんで、当たり前のこと言ってただけっていうか、まあそうですね、今回みたいな関わり方で言うと、やっぱりインプット、まあ、自分が見てきたものとか、自分がやった作品から端々取ってきて、まあここのポイントだったらああいう感じがいいなみたいなところで言ってるパターンですね、うん、まあこれが自分が本当ゼロから作ってるパターンだと、もう具材探しから始まるんで、それだとまたちょっとやり方が違うですけど、うん、僕はバニラが一番好きかなと思いますね。バニラは結構なんか素直な女の子な感じで、僕が書くシナリオだったら結構出てこないかなっていうパターンのキャラクターで、あれはいい意味で打ち越しの童心が現れたところっていうか、うん、あんまりこう小肉に回さずに、うん、ストレートにああいうキャラが作れるっていうのがいいなと思ったし、魅力的だなと思いましたね。まあ笑いはしないけど、なんていうか子供たちがちゃんと言いそうなギャグにしてるなとは思ったんで、うん、そこはいいなと思いましたね。なんかおっさん臭いギャグではなかったと思うんで、うん、はい。これ可愛らしい感じのギャグになってて、うん、笑うっていうよりは、子供たちっていう設定をより伸ばすためのギャグなのかなっていう感じですかね。一番思ったのはやっぱ小回りが効くなっていうのは思って、まあチーム自体もそこまで大人数ってわけではなくて、どっちかというと少人数で、ただ時間はある程度かけてやってる形なんで、
意思疎通とかも結構取れてるんだろうなって形で、なんかこちらが言ったことのレスポンスが結構早かったりとか、あとはアイデアも含めて出してくれたりするんで、そういう意味では結構、まあ、このワールズエンドクラブっていうのを熟知したメンバーが多くやってるなって形がしたんで、その辺はすごいやりやすかったのと、まあ、あと結構このご時世になっちゃったら当たり前になってきましたけど、離れた場所でオンラインというか、オンラインミーティングしながらリモートで開発するっていうのは、まあ、正直今回が初めてだったんですけど、まあそこに今のご時世はもうそれが主流になってしまいましたけど、その中でこう先駆けてそれをやれたんで、なんか単純に普通にすごい勉強になったっていうか、それ他のプロジェクトも一斉にそれになって中で結構自分的には体制がついてたんでコロナの終盤、まあ開発の終盤の頃でしたけど、ただもう前半の時からずっとリモートでやってたから、それに抵抗がなくというか、もともとうちの東京ゲームスが開発を持ってるわけじゃないんで、基本は企画、シナリオ、キャラデザーみたいな世界観作ったりってところなんで、もともといろんな開発会社さんと仕事するっていうスタイルで、がっつりこう開発チームに入ってみたいのは、まあ、あったとしても前半と後半だけとか決まってる時期だけなんで、そういった意味では開発とべったりじゃないっていうのはもう、あまり影響がないですね。もともとそういうスタイルだったので、ただまあ今まではなんだかんだ打ち合わせに行くことがすごい多かったんですけど、まあ、逆にコロナになってからオンラインで済むっていうのはだいぶ楽にはなりましたね。まあ今はチャットとかでも結構やり取りができるんで、基本的にはチャットとかそういうのでフォローできるし、そうですね、たけさんはもともと僕が何年ぐらい前ですかね、6、7年ぐらい前に会って、でまあその頃からまあザレゴトシリーズとか刀語りのキャラデザインやってたんで、すごい面白い絵を描くなと思ってて、であんまりこう世に知られてない仕事なんですけど、僕とたけさんが一回だけちょっとだけ仕事がしたことがあって、でその時にまあそれがちょっと中途半端な形で終わっちゃってたんで、なんかもう一回ちゃんとやりたいなっていうのがあって、で今回このワールズエンドクラブをやるってことになった時に、まあ、東京ジェームスもイラストレーター2人いるんですけど、両方ともちょっともう埋まっちゃってたんで、まあ、今回外部誰か入れようってなった時に、まあ、真っ先に浮かんだのが竹さんで、まあ、竹さんの絵と打ち越しのシナリオが合わさったら面白いことになるんじゃないかっていうのもあって、まあ、その中で竹さんにお願いしたんですけど、まあ、竹さんもやっぱ今回子供がメインってことで、結構そこのところは意識してもらって、まあ、竹さんの作品の中でもそんなに子供ばかりが出る作品っていうのはそんなにやってない、まあ、ポケモンとかはありますけど、やってないと思ったんで、結構竹さんの中でも珍しいタイプのキャラデザインになったかなと思ってますね。いや、ほとんどないですね。まあ、僕が自分で考えてキャラデザインする場合は、結構イラストレーターにキャラデザイナーにこうなんですか、任せるというか、逆に全く設定出してない上で一回書いてもらったりとか、いろいろそういうあんまりシナリオでどう動かすっていうのを気にしないで書いてもらったりとかもするんですけど、たけさんは結構どういうキャラクターかっていうのをすごい知りたがってて、なので結構最初内越と長澤と僕とたけさんとかで話し合って、どういうキャラなんですか、どういうのが好きなんですかとか、そういう設定詰めをすごい聞いてましたね。そういうとこからこう人物像をあぶり出してこう書いていくタイプなんだなと思いましたね。いや、ほとんどなかったですね。最初の頃に上がったのがバニラとレイチョとかだったのかな。でも全然そこら辺でも多少配色とかでなんかもうちょっとこういう風にとかいうのはもう最初の頃こそあったかもしれないですけど、基本的にはもうあとは竹さんが上げてきてっていう形ですね。毎回スプラッシュは、まあ弾丸の時からそうだったんですけど、スパイクチューンソフトっていうロゴは基本は統一だったんですけど、弾丸論破に限ってはちょっと違うものを作ったりとかしてたっていう経緯があるんで、まあそこからこう作品世界に入り込みたいっていう思いがあるんで、そういう意味でスプラッシュは毎回変えたいなっていうふうには思ってて、まあそれを通常のメンバーとかに話してた時に、ちょうど高田さんが今回やってくださった中村ひくみさんと、まあもともと同僚だったりしたんで、ちょっと今頼んでみようみたいな形で
頼んでもらって作ってもらったっていうところですね。まあ、がっつり仕事をするのは内越も中澤も僕は今回が初めてだったんですけど、まあ、あの二人は長々とこうコンビを組んでやってるんで、まあ、正直あの二人が揃ってやるんだったら大丈夫だなっていう、もう安心感があったっていうか、もう任せるとなったら任せようみたいな気持ちがあったんで、そんなに逐一何かを言ったりとかはしなかったんですけど、まあ、そういう意味では安定感はありましたよね。まあ、中澤さんがかなりこう打ち越しを知り尽くしてるんで、そういう意味でこううまい場合にコントロールしてやってくれたのかなっていう気がしますね。あと打ち越しはやっぱりこう、まあ彼が書くんだったら別に僕がなんかとにかく言ってもしょうがないなっていうのがあったんで、もうシナリオに関してはほぼほぼ任せっきりというか、うん、特に読んでもまあ別に感想も伝えずまあいいんじゃないですかみたいな形でやっていけたんで、うん、すごくだから順調というか、はい、に進めたのかなと思いますね。まあ、もともと今回の座組的にはそういう形やればできないというか、実際もう僕が書き始めなくちゃダメだみたいなことになっちゃったら、もうこのプロジェクト自体が厳しくなってきてしまうんで、まあ、そういう意味ではもう任せたからには任せるというか、うん、まあ、小泉が結構僕とはずっと弾丸論破の途中から一緒にやってて、で、まあなんていうんですかね、僕と一緒にやりすぎると結構行き詰まるところも出てくるのかなっていうのもあったんで、まあ、今回打ち越しと一緒にやらせて、まあ、そういう意味ではいい経験になったんじゃないかなとは思いますね。まあ、ただ結構彼も光るところを出してくれたのかなっていうのはあって、タッツンが変身して毒舌になるところとかは結構小泉のキャラ作ったキャラクターそのままだみたいなことを言ってたりとかして、うん、そういう意味では爪痕を残したんじゃないかなとまあなかなか僕と打越のと一緒にやるってライターからしたらなんか厳しいというか、自分のカラーをどこまで出していいのか探り探りやらなくちゃいけない部分があると思うんですけど、うん、そういう体制にもだんだん慣れてきてるのかなとは思いましたね。福田さんは一緒にやり始めたのが絶対絶望少女っていう 3D のシューティングゲームを作った頃にがっつり仕事をするようになったんですけど、その絶対絶望少女もそうだったんですけど、結構アクションゲームを作ったことないメンバーで作ってて、で、これで正しいのか、これが気持ちいいのか、ちょっとよくわかんないみたいになってきちゃった時に、まあ、福田さんが音の面でかなり助けてくれて、まあ、福田さんは結構アクションゲームをかなり作ってるんで、まあ、アクションの場合こうした方が気持ちいい、まあ、音的にもこういう鳴らし方をした方が気持ちいいってことで、かなり組み立ててもらってて、で、これはそれは結構、今回のワールズエンドクラブも同じだなっていうふうには、感じますね。すごい手触りが気持ちよくなるような音を鳴らすというか、そこら辺はかなりこだわってて作ってくれてるんで、かなり頼もしいですね。まあ、あと音楽面で言うと、うちにもう一人いる高田はピアニストなんですけど、福田はギタリストでして、だから作る曲は結構根本的には違うというか、そこがあるんで、まあ、今回はその福田さんのギタリスト的な良さを前面に出してほしいとは思ってて、まあ参考で伝えたのが Life is Strange とか、ああいうようなギターっぽいサウンドというか、いう感じので、ちょっと青春ものっぽくやってくださいみたいな形でお願いしたんですけど、それが綺麗に出てる感じになったんじゃないですかね。そうですね。福田さんの場合は基本的には自分でこう、アンリアルだろうと、ユニティだろうと自分がいじれるところまでギリギリまでいじってやってくれるんで、そういう意味ではすごい助かりますね。普通の会社だと結構サウンドプログラマーとかがやるようなことも自分でやっちゃうので、まあ、いろんな会社さんと仕事してさせていただいて、でそこまではこちらでやりますって言うと大体こう感謝されるというか、そこまでやってもらえるのかっていう。そう本当に自分でゼロからシナリオ書いてたりしたらこんなもんじゃないっていうか逆に言うと一番スタッフが幸せになれる感じで言ってたんですよね。多分もしかしたら本当自分がやってる場ともう8人ぐらいでこうプレッシャーを与えるというか、うん、逆に今回任せるみたいな頭があるから8任して2言うぐらいですけど、これぐらいが本当はみんなが幸せになるディレクター像かもしれないけど、
実際問題僕ががっつりやる場合は全然こんなんじゃないっていうか、なんでしょうね、8-2で8厳しいことというか覆したりこうダメ出しのようなことを言ったとしても、その8が本当に面白いネタだったらみんな満足するというか、多分だからこうすごい口を出すディレクターとかで内部で不満が高まるっていうのは、多分そのディレクターが言ってることがつまんないことなんだろうなっていうか、それはまあ弾丸の時からやっぱりずっとそうで、ひっくり返しちゃうけどこっちの方が面白いでしょって、でまあ実際にみんなやってる人も納得する、すればまあできた後には確かにこうだったみたくなるんで、うん、まあそこはですね、なんかスタッフがえーってなってたら逆にもっと話した方がいいんじゃないっていうか、その代替案もつまんないってことなんじゃないみたいな、こういろいろ考えてるわけでもないですね。うん、やっぱ打ち合わせとかこうクリエイティブはある程度瞬発力が必要になってくるんで、まあ、その場で言わないとダメだったりとかするんで、結構思いつきでは言いますけど、そもそもなんでしょうね、グラフィックとかそれこそ UI だったりとかゲーム性とか手触りの部分って、まあ、僕みたいな職種がゼロから作れるわけじゃないんで、誰かが出してきたものをさらに良くしてこう返事をするだけなんで、そういう意味では相手が1の力で出してきたものをちょっとプラス数字をプラスして返すだけなんで、それはなんかそんな難しいことじゃないっていうか、はい、なるほど、当たり前というか、それを低く出すんだったらもうディレクターの意味がないんで、そうですね、それができるのがディレクターなのかなとは。開発のチームのあれで言うとやっぱり他社と組んでることが非常に多いんで、でそういう意味では他社の人たちのモチベーションっていうのはやっぱり意識しますね。で、結構、その僕とやり取りしてる人とかは、多分そっちの会社さんでだとある程度こう立場上の人だったりするんで、あんまり僕とこう直接話さない、させないというか、失礼なこと言うかもしれんとか、こう多分気にしてるんでしょうね、なんか。それはそうでしょうね。のもあるんですけど、僕は結構直接話させてほしいみたいな、とかすると、やっぱり、なんかモチベーションが変わったりというか、いろいろこう変わってきたりするんで、そういう意味ではなるべくこう顔が見えない上の人っていうよりは、なるべくそういう人たちも盛り立ててというか、クリエイターとして立ててあげられたらいいなっていう感じで意識してはやってますね。まあうちの会社のメンバーで言ったら別に経営者から社員を見る目ではそんな見てないというか、まああくまでリーダーぐらいの気持ちなんで、だからまあそこら辺は逆に甘えてる部分はありますね。まあ君らはもう大丈夫でしょっていうか、こうむしろこう僕が思ってることをちょっと向こうの会社にもやってねみたいな、向こうを気持ちよくさせるんだとか、こう向こうを安心させようみたいな感じのをちょっと手伝ってみたいな感じでやってるぐらいですかね。ただまあ複数のプロジェクトを結構同時進行でやることが多いんで、そういった面でこう今こっちが忙しくてからこっちをちょっと考えられないみたいなとか、そういう進め方のところでこうちゃんと相談しましょうみたいなぐらいの面倒っていうかぐらいしか見てないですね。結構つかず離れずみたいな感じのはみんな意識してるんじゃないですかね。そんな別体ではないですからね。別に同じ事務所にいても一切話さない日もあるし、もちろん。でもまあ僕と打ち越し以上に僕と小松崎なんかやっぱ長いし、正直全然人間性は真逆に近いとは思いますけど、多分だからうちはみんなお互いに利用価値があると思ってるのが大きいんじゃないですかね。なるほど。結構似た人間はうちはあんまりいないので、なるほど。ひたすらみんなが利用価値があると思ってるから。いるっていう、リーダーとしてはその一緒にいることでこういうメリットというか、こういう夢があるぞみたいなのを提示、ちゃんと提示する、でみんながそれについてこれるというか、なるほどなるほど、のとあとは脅しですよね。もうお前の悪口全部言うからね、やめたらみたいな。でも別にみんなそんなプレッシャーに感じてないとは思いますけど、トゥーキョーはですよね。そんなみんな聞いてない、みんなあんま聞いてないですよね、別に。そう、聞いてない。上のそばですよね。まあ、いい機能なの当然ですよね。アイデアとかそういう時とかは。
あとはなんすかね、あんまりこうガチガチに展望を固めないというか、まあそれは会社的な展望もそうだし、人生の展望もそうだし、プロジェクトがどういう風になっていくのかもそうだし、アクションゲーム作ってるけどシューティングゲームになっちゃったねってこともあるかもしれないし、まあ今回のワールズエンドクラブもそうですよね。スタートした時はこういう気持ちで作り始めたけど、できてみたらちょっと違う形になってるみたいなのはまあよくあることなんで、逆にこう固めすぎちゃうと、こうなんかそこから離れないようにしなきゃみたいな、しがみついちゃったりするんで、まあその時その時でこうリアクションで生きてるというか、まあそのリアクションで対応してるっていうのは、まあある意味誠実にって言ったらあれですけど、思ったとか感じたことに率直にやるだけみたいな。まあでもみんなバカだと思ってると思うんですよね、僕を。だからそれがいいなと思ってて、開発とかに意見する時もなんか頭がいい感じでは言わないっていうか、そうっすね、あのこういうこ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 うだからこうあるべきみたいなことは特に言わないっていうか、こっちの方がこう面白いとか、そうっすね、こういうのがワクワクするじゃんみたいな感じのとこで攻めると、結構やっぱみんなそっちに弱いというか、そうっすね、それはなんかあらゆるこのエンターテインメントビジネスに関わってる人と結局あらゆる根本にあるものっていうか、みんな楽しいからこの仕事をやってるんであって、そこでもう言うようにするというか、確かに逆に頭いいみたいな感じで言う人は頭悪いなと思ってしまう。そっちの方が通じないのにと思って、それはでもそうしといた方がみんな喜ぶ。多分同じチームであっても上の人に立ちついてるのを見た方がこう、あ、俺たちのためにみたいな思うし、別に商品にしてもそうですよね、うん、そうですね、まあ僕とか打ち越しとかが作ってる作品って基本的に結構残酷なものであったりとか、人が死んでみたいな形の作品が多いんですけど、まあ逆にそれが足かせになってるかもしれないっていうのも込みで、もっと可能性を広げてような作品をにもトライしたいというか、そういう思いがあったので今回全年齢っていうのをチャレンジして、だから普段僕残酷なゲームしか作らない人たちが作った全年齢のゲームっていうケミストリーも面白いと思うし、全く違う作風の作品をよく作ってた竹さんがそこに交わってたりとか、こういろいろこう今までにない混じり合い方っていうのがワールズエンドクラブだからこそできたと思うんですね。まあグランディングさんもそうだし、でそういうのがこういろいろ混ぜこぜになったゲームで、だから本当に最初に計算したようなものはでとは違うというか、あ、こういう混ざり方になるんだっていうのは自分で見てても発見だったりしたんで、まあそういう意味でなかなか他にはない作風だったり、他では得られないこう感動みたいのがこのワールズエンドクラブにはあると思うんで、まあこのワールズエンドクラブならではのその感動とか楽しみみたいのをぜひ感じてほしいなと思います。ワールズエンドクラブ。